どうも、翔也です、お久しぶりになっちゃいました。2ヶ月ぐらいお休みをいただいてたことになりますが、2ヶ月過ぎてますね。日本にね、帰ってきてから、しばらくルームメイトとか、アメリカに住んでたけどね、ルームメイトとか遊びに来る関係で、長期のね、お休みを初めていただきましたけれども、その間ね、ちょっとインターネットの設備のがなかったとかね、関係で、なかなか動画が上げられませんでした。大変申し訳ないです。今後についてね、お話しするのもありますし、まあ、2ヶ月間何やってたのかっていうのをね、軽く、写真もね、ちょっと混ぜながら、お話しようかなというのが、今回の動画の目的でございます。とりあえずお待たせしちゃってね、とりあえず申し訳ないということをお伝えしたくてね、いきなり動画始めるとなんだなんだということになっちゃうんで、とりあえずこういう形で、やらせてください。ということでね、今スライドショーで出てると思いますけれども、8月上旬に帰ってきてからね、京都行ったり、ね、関西の方ね、ルームメイトを見てみたいということだったんで、アメリカ人のね、お友達連れていろいろ日本のいろんなとこ回ってました。京都とかね、広島とかね、軽井沢じゃなくてあそこどこだ、群馬のね、温泉行ったりとかね、していろいろ日本の観光、私自身もね、久しぶりに楽しんで、回っていたという感じでございます。あとは、ゲームらしいゲームはね、ほとんどしてなかったんですけれども、つい最近ね、インターネットがちゃんとしっかり入って、パソコンもね、昔はノートパソコン使ってましたけども、マウスコンピューターさんのね、ところでね、G-Tune さんかな。で、一機立てて作ってもらって、かなりね、性能が上がったので、今後パソコンのゲームのね、楽しんでできるんじゃないかなということで、皆さんにね、もしパソコンのゲーム詳しい方がいらっしゃいましたら、こんなゲーム、ありますよとか、マルチっていうよりも、なんかみんながやったことないようなね、海外の洋ゲーとかを紹介するような方向でね、やりたいなと思ってたんですけども、なかなかね、パソコンゲーム、敷居が高くて、皆さんできない人もいるんじゃないかなと思いますので、学生さんとかね、やってみてほしいということありましたら、私チャレンジしてみようかなと思いますので、その点よろしくお願いします。コメント欄でね、言っていただければと思います。以前やってたシリーズなんですけれども、何でしたっけ、ウルフェンシュタインはね、ちょっと時期がね、だいぶ過ぎてしまったので、継続するかもしれませんけど、今のところちょっとお休みをもうちょっといただくという形で、すいません。楽しみにしていただいてた方。で、マイクラの方はね、まだ取りためがあってですね、動画化してないものがいくつか、もうかなり残ってます。7日分っていうか、もうほんと7本か8本分ありますので、そちらの方先に上げてね、もう美しく生まれ変わった画像でね、新しいシリーズとして、新しいシリーズじゃないかな、続きとしてね、また、やっていきたいと思います。まだ、新しいパソコンの方にね、セーブデータとか移す作業も残ってるので、前、取りためたやつをね、放出しながら、それを考えていきたいと思います。作ってほしいものとかあったらね、ぜひコメント欄でお知らせください。で、最後に、今後のゲームなんですけれども、なんだろうな、とりあえず COD の、アドバンストウォーフェアは、やりたいと思ってるので、それを、まあ、それが出るまでね、何をしようかなという感じなんですけれども、日本でね、出るサイコブレイクとかね、人気が出るので、まあ、私も実際やってみてどうかなという感じなんですけども、もし実況ができるんであれば、何かね、違ったゲームもチャレンジしてみようかなと思ってますので、こんなのおすすめですよっていうのがあったら、お知らせください。ってことでですね、当分しばらくはね、日本の方でね、いることになりましたので、アメリカの方にはね、戻らずということで、当面、日本の方から、皆さんとね、ロビーとかでお会いすることもあるかもしれません。その時はね、気軽に声をかけていただければと思います。楽しく、ゲームやっていきましょう。ということで、また次の動画からになりますけれども、今回はご挨拶までにということで、失礼いたします。では、また次の動画でお会いしましょう。